はい、えー、こんばんは、炎上です。今日も YouTube よろしくお願いします。ということで、相変わらず円安進んでいますね。ちょっと止まらない感じがしてきましたね、これはね。えっ、ー、と、ドル円なんですが、えー、今日はですね、えー、まあ、えっ、ー、と、これ、まあ、冷やしなんで、 あの、週刊ピポットのサポートが110円の八丸で、ちょうどレジスタンス113円の八丸なんで、そこは一旦止まっています。まあ一旦ここで止まるかなというところかなという感じがしますね。デイリー ピポットに関しては、まあ、こんな感じですね、えー。今日のデイリーピポット113円あたりがサポートになって、そこ、夕方、えー、サポートされて、その後113円のまあ80近くまで、えー、上昇して、そこで止められて、えー、その後下落ということで、ピポット取る、ピポットのレジスタンスの位置で推移している。まあ、若干、そのピポットの上にあるということは、えーまあ、その日の相場が強い。 どちらかというと上昇傾向というところですよね。さっき、先ほど申し上げたように、まあ、習ピポットもね、えっ、ー、と、ちょっと動かしますね。すいません。えっ、ー、と、週慣のピポットで見ても、えーサ、サポートされてますんで、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい。これは月間のピポットですね。月間のピポットで、えー、サポートされてるんで、まあ、それの、えー、上昇傾向。週間で見ると、 えーまあ、週間ピポットも111円の75なんで、まあ、そこからずっと上昇傾向にあるんでやはりドル円、あのー、上昇傾向は止まらないかなと、まあ、円安ですよね。あのー し強いて言えばというかもう円安傾向ちょっとーロ円もでも一旦上値が重いかなという感じがするんで円安は続いてるんだけど一旦上値は重いかなという感じはしてますまあえっ、ー、とポンド円もそうですねえっ、ー、と週間ピポットでまあ今日のピポットで言うとデイリーピポットで言うとあのサポートの153円80がサポートされて154円の80レジスタンスの位置が止まっていると。 というところになっっていますえー、とポンドに関しては今日指標が出ました、えー、と雇用統計ですよねで雇用者数が23万5000、あのー、前月比でいうと20万7000って過去最高になったということで、えー、平均賃金は7.2%ということで8.3%から低下ボーナスを引いた分は6%と6.8%から低下。 若干、賃金に関してはあの低下傾向にあるんですけど失業率も低下しているということで総じてやっぱり強い雇用が強いですよね失業権申請件数もマイナス51万件ということで総じ、まあ、て強い、えー、と失業率の低下とかもありますし総じて強いなと、まあ、それに対してインフレ率が3%。 という感じですね GDP も強いというか、まあ、いい感じで上がってきて、BOE が、えー、っと、そうですね、えー、まあ、利上げをするんではないかという,う見方っていうのはくすぶってるんですよね。で、えー、っと、まあ、それがいつ頃になるかっていうところなんですが、 まあ早ければっ、えー、と今年ということで、前回の8月の MPC では、著しい不確実性があったということで、えーとまあ、金融据え置きというところだったんですが、資産買い入れの停止に関しては、2名のメンバーが、えー、と資産買い入れを縮小することを、あのー、主張したと。 いうところですねまあ、ここもやっぱりそういう利上げ近しというところなんでまあ、それでポンドが最近、えっと上昇してる傾向がありますよね。うんポンドドル見てみましょうか。まあ、ポンドドール今日に関しては、えー、ちょっとであのー、1.3630が重くなって今ちょっと安値県に推移してるんですがえっと 1>, 1時間足で見ると、あのー、週,週間ピポットが1.36あたりにいますんで、まあ、ここを中心にして、えー、一旦、えー、昨日1.3670まで上昇ということで、週間ピポットのレジスタンスの位置ということで、まあ、若干ちょっと上値が重いんですけど、ドル高の中では割と、あのー、強いということで。 まあ、ポンドドル1.34台から1.36台まで上昇してきてますので、どちらかというと先週からは堅調な推移が続いてるというところかと思います。まあ、ポンド円に関しても、まあ、ポンド円は、ね、あの円安傾向なんで、えー、ずっと強いですよね。でも、週間、ちょうど週間ピポットの、ね、やっぱりレジスタンスの2の154円の70で止まってますね。これ、もう少し長いので見てみましょうか。こんな感じで、 直近6月、5月6月の高値が156円なんで、まあそこの手前まで行ってるということで、まあレジスタンスだって153円あたりを抜けてね、上昇が加速したんですが、まあ155円あたりは重くなってる。もう少し長いの見てみましょうか。温度円の動きこんな感じですよね。えっと、2021年5月の高値っていうのが、 156円のところだったんで、まあ、ここを抜けられるかどうかですよね。で、まあ、ちょうど下は148円のところがサポートになってます。まあ、ちょうどここのね、えっと、2019年の高値になったところですね。偶然かもしれませんが、まあ、でも、やっぱりここら辺は止まりそうな感じですね。でも、前回やっぱり2018年の高値も157円付近だったんで、やはり157円って結構重要なところではありますよね。 うんえっと、2016年まで落ちの時124円まで落ちてその後124円から150たい7円ぐらいのここ4年ぐらいはそのレンジで推移していますよね、まあ、ここのレンジを抜けられるかどうか157円あたりを抜けられるかどうか、まあ、ここ抜けると165円ぐらいまでねいく可能性っていうのは十分あると思うんですけどまあ、うんドル円 のまあ、円売りの流れが続くのかどうかっていうことと第一点とあとやっぱりポンドがねあのドルが、えっと、テーパリング向かう中で永、えー、中銀の利上げが行われるかどうか、まあ、そこら辺があるのかどうかというところですよね。うん、まあ円が一番最後まで金融緩和を、えっと、終われないっていうことはそうなんですけど。 それ以外でやっぱりそれ以外の国のやっぱり金融政策っていうのが引き続きあのそこでき、あのー、通貨の強弱の動きに影響を与えてくるというのはいつもお話ししてる通りかとなというふうに思います、はい、で今日はあまりねちょっとネタがないもんで、えー、新聞ネタでいくとやっぱり今日の新聞ネタとしてはこれでしょうサッカー危なかったですよね。 1位になった時はもうワールドカップダメかと思いましたけどなんとかえっ、ー、とーね浅野のまあオンゴールだったんですが浅野のシュートで、えー、と首1枚つながったということで勝ち点6まあサウジアラビアとオーストラリアが勝ち点9なんでなんとか 2位に入らないとサッカー2つのグループでアジアやってるんですよね2つのグループでやっててどちらも1位と2位は自動的にワールドカップに行けてアジアの枠って4.5なんで4チームは確実でできるんですけど残りの1チームっていうのがその A, A グループと B グループの3位同士が争ってまず 一チーム選んでそれが大陸間、あのー、決定戦ということでまあそうするとなかなかね大変な、あのー、まだまだあ大変なプロセスになるんでなんとか2番までに入ってほしいなというところなんですがなかなか厳しいところではありますよね。うん、まあサッカーの話題はさておき、えー、と今日もう一つうーお伝えしたいのがこれですねちょっとね面白いんで。 韓国中銀総裁、ウォン安阻止へ介入示唆というところであの、韓国、タイドルで1年3ヶ月ぶりの安値ということですね。1年3ヶ月にぶりに1ドル1200ウォンに突入しましたということで、えー、ウォン安が続いていますと。まあ、これ、やっぱりドルが、えー、っと金融緩和をやめて、 金融中立化まあ,あのそのうち、えー、利上げに向かうというところでそうなった時新興国の通貨っていうのは売られる傾向があるというお話は前もさせていただいたかと思うんですがまあその中でやっぱり韓国も売られる傾向にあるわけですね。でもう一つはあの日本と同じ経済構造なんですが。 韓国ってやっぱりなんやかんや言ってあの2つの国の間でいろ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 問題はあるんですけど似てるんですよね経済構造とかもね要はあのエネルギーを輸入しなきゃいけないっていうことに関しては原材料を輸入しなきゃいけないっていことに関しては韓国も日本も一緒なんですよねですからやっぱり原油高に弱いのは韓国も日本も一緒ということで。 まあそうなってくると、あのー、今、円安が続いているように、韓国安も、ウォン安も続くということで、まあ、韓国の方は8月に政策金利0.25%、えー、引き上げて、年0.75%にしてるんで、あのー、利上げはやってるということで、11月の追加利上げを言及しているというところらしいんですよね。うん だから日本よりは先行ってるかなというところなんで、まあ、韓国は、えー、とこの総裁の為替介入発言については市場では原則論的な発言だと受け止めが多い SK 証券のアナリストは口先介入で為替変動の速度を調整する意図だろうというふうに言ってますよね。 でまあ、ただ韓国とか中国って日本と違って、えーとまあ、日本と違ってというか先進国ってやっぱり2000年、まあ、21世紀になってあまり介入しなくなってきてるんですよね先進国で堂々と介入してるのはスイスぐらいなんで、まあ、日本もね、えー、と2000年代前半の100円割れの時の介入あと2011年の、えー、大震災の後の 75円台に行った時は介入し,しましたがそれを最後に介入はしてませんでだんだんやっぱり先進国は介入し,して自国通貨を通貨安に持ってくっていうのは、えー、よろしくないっていう、まあ、そういうコンセンサスが割と整ってきた、まあ、唯一先進国で堂々と介入してるのはスイスだけという感じなんですよねまあそんな中でやっぱり韓国とか 自国通貨高の時も当然ドル買いウォン売り介入ドル買い人民元売り介入をしますしまあえっと通貨高を防ぐ日本と一緒ですよねウォン高とかあの人民元高を防ぐまあ一方で、えっと、今回みたいにドル高ウォン安ドル高 人民元安みたいになった時はドル売り介入をして、えっと、ウォン安人民元、えー、安を、えっと、防ぐということを、まあ、かつてやってきた今もおそらくやっているだろうという、まあ、今回は口先介入かもしれないんですけど、まあ、そのうちやる可能性っていうのはあるのかなという感じがします。で、えー とそうですね。コリアンウォンってどんな感じになってますかね。コリアンウォン、コリアンうーんないっすね。さっき、いや、これか。 はいまあ、こんな感じになってますね。えっ、ー、とまあ1200ウォンぐらいまで行ってそのまあ昨年もね、えー、と2020年3月の時も1280ぐらいまでいってるんでまあここでは介入してたと思うんですけどあのー、韓国とか中国が介入する時っていうのは非常に面白くて例えばえっ、ー、とこう来てえっ、ー、と温高が進みますよね。そうすると まあここでやったかどうかは別として、ドル買いウォン売り介入をするわけですね。まあ、自国通貨売り介入っていうのは無制限、理論上無制限にできる。韓国ウォンは、韓国中央銀行は自分でいくらでもすれますから、そうすると、ドルをここで買って韓国ウォン高を防ぐわけなんですが、まあ、そうするとドルの外貨準備がすごく増えちゃいますよね。そうすると、 まあドルばっかりっていうのもあれなんで、えー、その買ったドルをドル円、えっ、ー、と、外為市場のでドル円を、ドルを売って円を買うみたいな感じで、その外貨準備のリザーブチェンジみたいなのを、リザーブシフトみたいなのをするんですよね。ですから、東京時間、 韓国銀行が結構介入ドル買い介入をした時に夕方になってくるとドル円を売ってきたりしてあのドルを少し減らして外貨準備の,あの円を増やしたりまあそんなこともしてますね、うん、だからそういうことをしたりしています、まあ、そういうふうにあの韓国の中央銀行なんかはそんなうふうに外貨準備をいろいろシフトしたりするんであのそういうのがドル円に影響を与えたりするんですねで その中で、えっと、さっき言ったように外貨外自国通貨売り介入っていうのはいくらでもできるんですねあの理論上は無制限にできる一方で自国通貨が弱くなった時に外貨売り自国通貨外介入まあここで言えばドル売りウォン外介入っていうのは持ってるドルの量しかできま,ませんだから、えっと、外貨準備の少ない国なんかはあのー、スワップ 協定を結んで、えー、自国通貨でドルを借りてくる仕組みを作っていざとなったら例えば韓国と日本がスワップ協定結んでた時は今は結んでないんですけど結んでた時は韓国を日銀に渡して日銀から、えー、とドルをもらって、えー、それで介入資金にするなんてことをしたんで要はそのスワップ協定をいっぱい結ぶことによって その通貨投機を抑えるための自国つく通貨外介入の資金を増やすっていうそういう効果があるわけですよね。じゃあ韓国の外貨準備どのぐらいかっていうこれ全部揃ったやつってまあ正式な統計じゃない,ないっていうかあの韓国政府の統計じゃないんですけどこれ全部揃ったものがこう出てるのがちょっと。 お見せしたかったんで2018年なんですよねちょっと古いんですけどえっとこんな感じになってますやっぱり中国がダントツに多くて3兆ドルということでまあ350兆円分ぐらいでその次は日本で1.2兆ドルぐらいあるということででずっといって韓国も4000億ドルぐらいあるっていうことでまあ40数兆円ぐらい外貨準備持ってるんですねまあまあ えとまあ、日本と中国がこれ見ていただいて分かるように断トツに多いんですよ一国とすれば、まあ、中国が一番多いわけなんですがだからなかなかこういうふうに外貨をいっぱい持ってる国の通貨を投棄するってことはねええー、と言ってみれば、えーとまあ、これ全部あの中国なんかはいろいろなところに一帯一路でお金を投資してますのでこのドル全部使えるとは限らないんですけど使えるとしたら あのー、300兆円以上の、あのー、介入資金があるんでなかなか投機筋としてもおいそれとは、えー、手を出せない。まあ、韓国も昔は1998年の頃は非常に外貨準備がーなくて投機、えー、筋に負けちゃったんでそれから外貨準備を増やしてアジアの各国全部そうですよね外貨準備をいっぱい増やしてって、えー、その投機通貨投機にいー負けない。 体制を作るっていう感じになっています。ま総、あ、じてこれ見ていただいてわかるようにアジアの国とかえっ、ー、とロシアとかサウジアラビアとかあの原油を輸出してるような国っていうのは外貨準備多いですよね。まあ、これ欧州連合は総額なんでまあ、スイスも比較的多いですよね。うん、まあそんな感じになってますね。 うん、スイスが多いのはやっぱり自国売り介入をずっと続けてるいまだに続けてる方ですね自国売り外貨外介入を続けてるせいだと思いますそれをやると外貨準備増え,増えちゃうんですよね、うん、アメリカなんか全然ね1252億ドルですから、まあ、15兆円ぐらいってまあアメリカの規模からすれば全然小さいですよねアメリカドルがあるから別に外貨準備いらないって感じですよねうん でやっぱりそうなってくると、韓国、例えば韓国ウォンなんていうのは、だいたいこんな動きになってるんですね。えっ、ー、と、リーマン・ショックの時やっぱり1600ウォンまでいって、すごく通貨安になっちゃうし、その昔、アジア通貨基金の時は、まあ、こんな感じですよね、1800ウォンぐらいまでいって、その前って、韓国ウォンって1ドル800ウォンぐらいだったんですね。まあ、ここはちょっと、えっ、ー、と、韓国のその頃の実力からすれば、 通貨が過、ね、大評価されてるんで、その過大評価が一気に剥げ落ちて、1800ウォンぐらいまで2.5倍ぐらいになって、まあ2.5分の1ぐらいに価値になっちゃったということで、まあ大変な苦しみを韓国国民の人たちは味わったということで、まあその後は通貨高になってっていうことで、やっぱり何かあると通貨高になるんですけど、だんだんそれほどひどくなくなってきてますよね、これ見ていただいてわかるように。そんなな感じになってますあと えとまあ、あの人民元も強いんですけどもう一つやっぱりそうですね、えー、と通過投記ということであれば。 香港ドルですね。香港ドル、ちょっとお待ちください。えー、っと、香港ドル、まあ。香港ドルなんかもこんなふうになってますね。香港ドルってあの、ドルにペックしてるんで、1ドル7.75と7.85で、 絶対通貨防衛するっていうことで7.75になったら無制限にドル買って7.85になったら無制限にドル売ってってということでこの,あのレンジが、あのー、破られないんですね、あのー。韓国もドルにペックしてるということで、えー、ほぼそのレンジの中で動いてるという感じでここも、えー、となかなか通貨なかなかこう強力に。 防御してるといいう外貨準備多いですからねこ、えー、この2つはそんななとになってま,すまああのー、今日はちょっとアジア通貨のお話ということでそんな風にアジアの中央銀行ってそ外,外貨を、あのー、一生懸命輸出とかで稼いだ外貨を貯め込んで、えー、と外貨準備にしてて、まあ、いざとなったら介入に資金に使おうみたいな風にやってて、まあ、その介入した時っていうのは あまりにもドル、例えばドル買い介入れだったらドルの数が、ドルの量が多すぎちゃうんで、ドル売って円買ったりとか、まあそういうリザーブシフトを常にしてるんですよっていうお話をさせていただきました。ということで、まあ今日の、あのー、YouTube、もしよろしければいいねボタンと、えー、チャンネル登録、まだの方がいらっしゃればチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。